皆さん、こんにちは。遠藤です。今日のポイントは、寝固めです。ということで、5月11日月曜日の取引が終わりました。今日の日経平均株価、終値は2390円66銭ということで、前週末比プラス211円57銭と、ちょうどまあ1%ですね、のプラスと、3営業日を大幅続伸という形で終えております。特に今日はですね、これまで売り込まれていた、空運のセクターですとか、そういったのをはじめとするセクターに買いが入ってですね、戻り始めたという感じですね。で、揉み合いながらも、高値圏を揉み合いながらも、プラス圏を維持して大引けを今日迎えております。ちょっと上にヒゲがあるのが気になるところでありますが、直近の4月30日の高値を今日上に抜けたということになります。そしてポイントの値固めについてですが、今お伝えしました4月30日の高値ですね、2万飛んで365円89銭、ここですね、を上に今日抜けたということからですね、4月以降の短期チャートで見るとですね、安値が切り上がって高値がさらに切り上がったということもありまして、日経2万円のところですね、さっき、先週末ですか、日経2万円どころが一旦の下値メルトをしてみることができますよという話をさせていただきましたが、この2万円どころもですね、今週下値固めの値固めの週になるのではというふうに見ております。ですので今後のですね、日経平均の上下で目処としましてはですね、ここですね、としてはもう間もなくと言います、もうちょっとですけれども、75日線どころ、これは第1弾上値見と。で、もしこれをですね、超えるような場合は、2万1000円どころ、202銭の下にあるんですけども、2万1000円どころ、ここをですね、第2弾として、やや広い上限として見ておりまして、下値目処としてはですね、やっぱり2万円どころ、これを第1弾。もしですね、多分ここあんまり割らない、割ったとしてもすぐ戻すと思うんですけれども、2万円のころもし大きく割ったとしても、やっぱり25日線どころですね、25日線上向きの25日線、これがですね、第2の下値だというふうに見ております。今日から月曜日始まりましたが、今週1週間で決算ラッシュですね。決算は1979社ほどですね、1980社近くあるということで、個別銘柄についてはボラテリティの大きな状況が継続していくでしょうけれども、相場全体としてはですね、下値固めの週というふうに見ておりますので、下値固めに入ってきていると感があります。で、日経のですね、VI ボラテリティインデックスに関しまして、この低下しているということで、プラス外部環境が好転してきているということもありまして、押し目買いがですね、今日もそうなんですけども、非常に入りやすい時代となってきております。で、加えてですね、国内外の新型コロナ感染者数の減少、これが大きいですね。減少によって経済活動再開期待もですね、この下値を支える、その要因につながっているというふうに見ることができます。以上からですね、戦略としては短期買い戦略をメインシナリオとしながらですね、先ほどお伝えしました上下で目処、これを参考に明日以降の相場に臨んでいただければと思います。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録、そしていいね、こちらをお願いいたします。それではご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。